食を制する者は YouTube を制する。はい、どうもトマッピーです。 YouTuber 始めてね、そういえば食べ物系やってないなと思って、やっぱり YouTube で人気の YouTuber さんってもうね、食べ物出てくるんですよね、必ず。まあ大食いとか早食いとか、まあ食べ物を使った検証企画とか、まあ、で僕がその食を制せるかって言ったら、まあ、ちょっと正直大食いはもう全然自信がない、もういい年だしあんまり食べれないんで、でトレーニングしてってもたかが知れてると思うんで、ただね早食いだったらいけんじゃないかなっていう、今日はもう3年ぐらい前に流行った YouTube の定番企画いっちゃいます。おにぎり30秒チャレンジやってみます。はい、でね、これだけだと正直俺ね楽勝だと思うんですよ、口大きいんで。なんで今日はおにぎり30秒クリアした後にこちらね、メロンパン30秒チャレンジも続けて行っていきます。じゃあ早速いざ尋常に勝負。そんでね、このおにぎり30秒チャレンジ、まあいくつかルールがあるらしいんですけど、水を飲んではいけない、剥いてからスタート、このパッケージ剥いてね、作った状態でスタートなんで、まあ、まず剥いちゃいます。早速いってみます。緊張する、結構緊張する。30秒でいけるんだろうと思って舐めてるからね、正直は。よーい、スタート。あのね、正直全然ふざけてない、大真面目にやった。1分35秒マジめちゃくちゃ今本気でやりました。全部口に放り込んだのが失敗だった。口の中がいっぱいすぎて噛めない、完全に頭脳不足。はい、ってことでこのままだとメロンパンいけないんで、あの長谷部くんが敵打ってくれるかな。やりますよ。俺も3倍かかったよ。はい、じゃあ言っちゃってください、やっつけちゃってください。いきます、よーいスタート。29.51秒で達成です。きつい、結構しんどい、きつい、いや結構しんどいけど、まあまあまあメロンパンもいっちゃう。メロンパンはいけるんじゃないですか。いける、やってみます。まあ俺もおにぎり1分30秒だから、あせめ29秒だからね、おにぎり。そうそう、いっちゃう、いきます。おいやー、量だな。俺はちょっと出直してきます、じゃあ。
速やっちゃう。いつでも。いつでも？はい。いける？いっちゃいそうだな、本当に。新たなるモンスターを生み出しちまった日になるかもしれない。はい、行きまーす。よーい、スタート。いや、結構口に入れるのに口に入れるのに時間かかる、これ。15秒経過、20秒経過、うん、あー、30秒、残念残念、どれぐらいで終わりか。はい、今何秒でメロンパン食べ終われるかに変わりました。1分は達成する。1分は超える。口に残ってる様子、だいぶ口に残ってる様子。お、終了。1分7秒。いやー、まあ、いやー、すごい、でもすごい。おにぎりより難敵。おにぎりよりもだいぶやばい。どんな感じ？物量もあるし、うん、体が飲み込んじゃいけないっていう仕方がさっき俺がおにぎり食ったやつだ。そう、体が飲み込もうってるのを受け付けてくれない。受け付けてくれないだよね。いやー、まあ、頑張れば1分は切れます。メロンパン、おー、メロンパン60秒チャレンジもね、ぜひ皆さん、はい、やってみてもいいんじゃないかと思います。それではこれから長谷部が気づいていく早食いの伝説にもですね、ご期待ください。トモハッピーと長谷部でした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。こちらおすすめ動画です。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。